時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット系のカント、FM ギノワスタッフのひろきでお届けします。はい、この放送はですね、サイマル放送もやっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。FM ギノワンホームページの方でですね、サイマル放送ラジオ、はい、サイマル放送を選べばいいんですよね、サイマルラジオ、サイマルラジオを選んで、はい、再生していただければ、はい、完全に同じ放送、要はですね、番組中に流している曲などもですね、曲や CM も同じように、お楽しみいただくことができます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスナーラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。ということで4月に入りましたけれども、はい、何ですか。いや、もう僕は特に4月に入ったから新年度だどうのこうのとかっていう実感はあんまりないですね。いつもと同じ感じです。ないでしょうね、はい、普通に4月、なんだろう、3月終わった4月だって感じです。ですよね、はい、単純にね、番組自体ずっとね、そうですね、はい、特に変わるということもないでしょうし、まあ確かに大きい変化があったり番組あったりとはするんですけども、なんだろう、大きいところと違って、その定期的にこの時じゃないと改変がないというわけじゃなくて、そのことあるごとに番組の入れ替わりはあるの で、ね、たまたまそれが集中したのが今月だったっていうだけなので、別に4月だからどうのとか新年度だからどうので忙しくなったっていう実感はないですね。いいですね、はい、いいですね多分普通の会社にお勤めの方たちはもう4月、はい、そうです ね、新しい人が入ってきたりだの、まあね、3月だったらまた働いてた人がその別の場所に行ったりとか辞めたりとか、ね、移動だったり、はい、辞めたりいろいろね、まあ変化がね、大いにありますからね。あると思いますよ、ね、それにもう、3月はそれこそ年度末ということでね、いろいろ追い込みで、そうですね、バタバタいろいろ出さないといけない書類だったりとか、ね、あったのかなと。ですよね。だからね、休み、通常だったら休みなんだけど、間に合わないから出なきゃいけないとかっていうのもね、結構聞きますからね、まあそういう方たちから聞けばいい仕事かなっていうふうには思われるでしょうね、はい、ね、まあこっちはこっちでいろいろありますよという話で、はいはいね、楽な仕事はないです、ないです、それではまず、ミュージックバー FM コザのですね、 FM コザの、道向かいにあります、ミュージックバー F のライブ情報から、4月6日木曜日、比嘉義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。4月7日金曜日、今度の金曜日はミュージックバー F 飛び入りになっております。なのでまだ行ったことがない方、最近行ってないなという方、ぜひね、楽器を持って、楽器を持たなくてもギターであれば置いてあるので、ギターキーボードはね置いてありますんでね、行って飛び入りしてください。4月の8日土曜日、ヨナハランライブね、吉弘さんもね、ランさんも何度かこちらでもねかけておりますけれども、ヨナハランさんの、土曜日はヨナハランさんのライブになります。こちらもオープンは21時、ライブスタートが21時30分、ライブチャージ1000円となっております。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。アーティスト誰に絞るか、ジャンルとか時代とか何かで絞ります。ジャンルでもいいですし、時代でもいいですし、アーティスト、はい、みんなが知ってるアーティスト、この人の曲に集中してる。春の歌春の歌春の歌の琴のやつ来たらどうぞ。じゃあ、あれ正月か、あれ何でしたっけ、春の海か、あれ春の、まあ一応春ですっていうのは春にまつわる、春にまつわる
しい幕春の帯でいきましょうか。BGM。ああ、いきますね。春の帯あったの。はい、ということで。あるんだ。あります。じゃあ BG それお願いします。斬新だ。え、斬新？いやいや、斬新。あ、びっくりした。斬新のバージョン。春の帯斬新バージョンかと思った。いや、もうそれもそれでまた斬新だ。それもそれで斬新だけど全然雰囲気出ないですよ。しております。本当にあるんだね。はい、あります。今日のテーマはですね、まあ4月ですから、まあ、新年度、新学期、はい新生活、そして、まあ、春ということで、はい、曲は春の曲を中心にね、お届けしたいと思います。はい、まあ、ちなみに今かかってるのは、はい、春の海ですよね。はい。春だけど、でもこの曲を聴いたらもうお正月ですよね。そうですよね。なんで春、なんで春なのかな。もしかしたら時代背景ですかね。この、昔は、この1月からがやっぱりあのもう春じゃないですか。はい、ね、1月、2月、3月が春で、みたいなね。4、5、6は夏っていうような形でしたからね。昔はね。うん、難しいです。はい、これも正月だよな。ということで、何が始まったかと思った皆さん、春の曲をただいま募集しております、はい、それから、新学期新生活、新年度になって変わったこと、ね、あの新しく始まったこと始めたこと、などございましたらぜひこちらまでメールコメントお寄せください、メールアドレス数字で797@fmgino1.com 数字で797@fmgino1.com こちらの方までお願いいたします。これね、僕この曲でもう一個ね、はいはい、あの連想するのがあるんですよ、はい、あのトンネルズのあの食わず嫌い嫌い、ああはい、あれもこんなじゃなかったっす、なんかコトの音楽でしたね、ねえ、はい、こんな感じですね、ね、ねえコンコンっつってね、はい、実食ですね、実食、はい、ね、あれこっちでやりたいですね。あ、うん、ということで、せっかくなんでね、はい、春の曲、はい、ということで僕が最初に思いついたのは、はい、森山直太朗さんの桜、あもう久しく聞いてないですけど、ね、なるほど、桜でも桜っていう名前の音楽って結構そうあるじゃないですか。あるんですよ桜ね、多分音楽番組とかでも、まあ、ラジオじゃなくてテレビとかでも、はい、この桜と聞いて思いつく曲は何ですかみたいなランキングとか結構やったりしてると思うんですけど、あ、ね、あの人誰でしたか、川口京子さんでしたっけ、川口京子さん、はいはい、の桜だったり、あの方も桜、ね、なんですけどね、はい、あの人また別の番組に出てから、はい、ね、いろいろその桜ソングについて、はいはい、語っていらっしゃいましたけどね、うん、授業されてましたけどね、うん、そうそう、まあ、今なんか川口京子さん沖縄で別のコミュニティで喋ってるらしいですね。喋ってるんですか、はい、あの人めっちゃ面白いんですよね。ああ、面白かったです。この前テレビに出てて、この番組の企画で、はい、自分の持ち歌が歌われるまで帰れないっていう企画をやってて、きついですね。で一番最後で最後まで歌われなかったんですよ。でもその時に言ってたこのなん、あ、捨て台詞というかこの諦めた感じのお話が面白かったですね。ええ、ああ、うん、ちなみにどんな感じだったんですか。どんなだったかな。なんかちょっと内容も忘れちゃったんですけど、なんか面白いなって思いました。ですよね、結構あのなんていうんですか、あの人飾らない人ですよね。うん、飾らないというかもうそのまんまみたいなね。だからラジオも面白そうだなと思って。だと思いますよ。うん、なんかね。その僕が見た番組の時も結局
その桜ソングってありますよねって、はい、森山直太朗さんが桜っていうのをやってからヒットした桜ソングが結局香口恭子さんも前からあったんだけど、はい、じゃああれなんだ逆に嬉しいんだそれは確かにありがたいような形だったと思うんですよ、はい、ただ桜ソングが売れてしまうと他の曲が売れないと思う。ああそうですよね、もうイメージが強すぎて、はい、そういうなんかねいろんなことをね赤裸々にお話しされておりました、うん、じゃあどっちの桜いきますどうしよう一応もう森山直太朗さん準備したんですけどあそうなんですか、はい、でも面白いから川口さんいきましょうかせっかくだから、ね、なかなかね、そうなんですよ 森山直太朗さんの桜は流されても川口恭子さんのがなかなかかからないですよね確かにね川口恭子さんの桜はい、はい、あるかなまさかまさかまさかいやないことないでしょさすがにあーよかったよかったありました漢字だったみたいですあー漢字あのひらがなの桜で検索したんであーそういうことね、あよかったよかったここまで言ってなかったらちょっと本当にかわいそうだなってそのまま今の会話全部なかったことになります、ね、はいじゃあ川口恭子さんの桜でもあれなんですよね自分がカラオケで先に歌ったのはこの桜なんですよああはあはあカラオケの歌としてそうですそうです、ね、それはもう森山直太朗さんが出る前いや出てから出てからあ確かにその時期ちょうどなんかいろんな桜ブームでしたよねそう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 月面石の桜だったりとか、うん、そうなんですよだから直太朗さんの桜は桜でいいんですけどだけど川口恭子さんの桜がまた、はい、なんかすごいなんか哀愁があるというか考え深い昨日をなんかその仕事の話したんですけどまだちょっと返信が返ってきてないですなんて言ったのかな仕事頑張ってねってしか言ってないまあ単純にね元気でやってるんだったら全然いいではあるんだけど、はい、まあでも連絡が取れるってことは元気だと思いますあそうですね、はいI'm
終わり。ということで川口京子さんの桜、はい、なんかね他の桜ソングみたいに明るくはないですよね。そうですね、森山直太朗さんもちょっとなんか、うん、そうですね、明るい感じではないですよね。というよりもね、また違った感じ、うん、川口京子さんの場合は入りからちょっと暗い感じの、はいはい、だけどあったかい曲なのかなっていうね、うん、そうですね、うん、ね、そういう感じですけれども、うん、ね、皆さんが思いつくそういう、まあ、桜ソングであったり春っていうテーマでね思いつく曲ってどんなのなんでしょうね、うん、ちなみにひろきさんの僕はですねもうすぐ思い浮かんだのが矢野顕子さんの春先コメニっていう、わーおマジでこれ僕家で歌ってたんですよ。え、歌ってたの？ほら春先コメニって、そしたらうちの母親がちょっとなんか、まあ、どなってはないんですけどみたいな口調で、うん、あんたこれいつの歌だと思ってんのっていう風に言われたんですよ。時代錯誤もいいとこだ、はい、私が昔私でも昔聞いてたっていうか流れてたやつだよみたいな、私がその若い時に流れてたやつだよみたいなことを言われて若い時、はい、かなり前、もうこの曲だから70年か80年かぐらいの曲なんで、1980年代ぐらいの曲なんで、もう30年前ぐらいの曲、僕も言われて、え、そんなに前だったのかみたいな、なんで知ってるんだみたいな、自分で、はい、どっかで聞いたと思うんですよ、多分ラジオかどっかで聞いて気に入ったんだと思うんですけど山田彦さん気に入るってなかなか、はい、なかなかいいです。僕もね、あの、はい、好きではあるんですよ、はい、あのほらよくねブームの宮沢さんなんかと、はいはい、あのコラボするじゃないですか、うん、でそんな感じなんでとても好きではあるんですけども、はい、おいくつでした？24になりました。24になりました。12年が2回、はい、12年が2回です。えっと2回か、えっと2回回りました、はい、あ矢野顕子さん聞いてみましょう、はい、あ、じゃあもう早速書きます、はい、はい。ああ、なるほど。しかもこのキーで歌います。あ、すごい。うマジか酔っ払って乗ると。ちなみに、笹田さん、うん、おいくつぐらいですか？パパちゃんはね、32ぐらいになるのかな。若い。もっと上かな。でもそれ31、2だはずよ。下回りぐらいしか変わんない。うん、パパちゃんは多分お母さんとかの影響じゃないかなと思うんだけど、君は何なんだ。でも僕だからラジオとかテレビ接してたんで、よくあ、でもね、ラジオを聞いてるとね、はい、ラジオテレビ接してる人は多分どこかで懐かしい音楽とか結構触れたりしてるので、うん、やっぱね、特にラジオですよ。あ、だからほら、自分たちだって、あの、要は普通テレビなんかで、はい、出ても歌わない曲なんかを流すじゃないですか、はいはい、自分が好きな曲とか、ね、リクエストがあった曲、うんうん、これが聴きたいとかって知る人ぞ知るみたいな歌を流すじゃないですか、うん、やっぱそうですよ、ラジオの影響ですよ、ラジオの影響だ、うん、だって僕小学校6年生の時にあのデーモン閣下のラジオを聴いて衝撃を受けました、はい、あの人こんなことやってるんだみたいな、
やっぱりデーモンさん意外に年いってるんだ。そうそうそう、はい、あの人悪魔じゃなかったんだと思いますよ。2万ラジオやってると思って。2万何千違いますよ、あれ10万飛んでる。あ、10万か。だからその小学校で見た時に10万飛んで35歳ぐらいですとか、うん、そのことは今もう60万ぐらいじゃないですか、うん、もっとかな。2万飛んで60歳10万飛んで10万トンで52歳ぐらいじゃないですか。かな。結構ね、沖縄結構ね、来られるしね。あ、そっか、前も何かのイベントのやつに乗ってましたよ。そうそう、セブンセブンとか。近い。はいはい。あね、やるんですよ。XJAPAN のバタさんも来るんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。だけど、それがやってる時に、僕、それ行けなくて、はい、もう終わったぐらいの時間に他のお店で X 歌ってました。カラオケ。あー、 X か、うん、X かよ。あ、じゃあそろそろ、はい、矢野さんですね。これぞ矢野さんみたいなね。矢野明子ワールド、はい、釣りに行こうとかもそうですけどね、うん、釣りに行こう、わかります？僕あ、実はそんなに矢野明子さんの曲知らなくて、これとあとひよこの歌とかな、あと何曲なんか知ってるか知らないか、だからみんなの歌かなんかで流れてたの。いや、ひよこの歌何かでテレビ、ポンキッキーズなのかな、何かテレビでやってたような気がします。多分ね、ひよこの歌は、はい、笹戸くんが歌ってた。あ、じゃあ多分その2曲ぐらいは、うん、はい、もともと矢野さん、あのテレビの CM とかで、はい、お茶の CM の歌歌ってて、はい、で、まあ、そっから、あ、独特の歌い方、まあ、矢野明子さんの名前は知ってたんですけど、うん、あ、こういう感じなんだっていうのを知って、でそれから「あたしんち」っていうアニメの、はい、映画のエンディングテーマ曲歌ってて、あ、こんな感じなんだと思って、で多分どっかのタイミングでラジオでこの歌を聴いて、あ、はい、そうなんですね、うん、まあ、その入りはそういうところから、 CM から、まあ、矢野さんの歌い方が独特だなって感じたのは CM からですね。あ、まあ、どこをどうとっても独特ですよね、はいはい、もう聞いただけで分かる歌声ですよね、はい、他で、ね、変え、はい、変わりようがない、変えようがないっていうかね、うん、やっぱりそういう感じ、やっぱりそういうアーティストさんって、い、あの、上手い下手とかじゃなくて、うんうん、やっぱりその人気というか、この人に変わる声ってないじゃないですか、うん、そうですね、確かに。まあ、椎名林檎さんとかも独特な声してるので、変わる人がいないじゃないですか。はいはい、ということは椎名林檎さんも好きですか？いや、今のは例に挙げただけで別にですね、はい。東京事変とかそっち系ではない。東京事変も別に好きではない。友達が好きだったんですけどね。はい、そうなんですね。はあ、僕、あ、でもね、僕ね、そういう系で行ってみたら、エヴァンゲリオンの、はい、あの残酷な天使のテーゼってあるんですか、はいはいはい、あれを歌ってる人を一回見てみたいなって思ったり。高橋洋子さんでしたっけ、なんかね、よく、はい、だったような、ね、うん、そうだけどね、調べるまではいかないんですよ。あ、なんか調べるまではいかないけど、例えば他の曲を、はい、が何かで流れてったら聴いてみたいっていうのがあるんですよね、うんうん、まあ、そんな感じですよね、うん、はい、なんかすごいなって、ね、あの、あと、うん、宇宙戦艦ヤマト歌ってる人とか、あははは、ね、うん、確かに気になる人っていろいろいますよね、うん、あのドラゴンボール Z の人はもういっぱい出てきます、テレビどんどん出てきてますよね、はいはい、もう覚えちゃったんで、うん、あれなんですけど、そっかそっか、やっぱり声ってそういうもんですよね、うん、うん、特にラジオとかね、ですね、あの CM とかで姿が見えなくて声だけっていうね、そうですね、もう誰かが声、うん、でもなんかこのもうアーティストさんもそうですけど、ええ、いい歌歌ってんな、いい声だなという人は、はい、ええ、多分それで終わった方がいいと僕は思います。いや、一応聞いてみよう、なんで、はい、あのまあちょっとね、見ちゃった時に
ちょっとイメージと違う感じだったら嫌じゃないですか。あのもう例えるんでしたらこのハリーポッターを読んでる人が映画見ない方がいいってたまに言う人がいるじゃないですか、はい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 、自分の想像したのと違ったっていうのと、僕はそれと同じ感じです。だからあえてこの声のスターは声で後がいいのかな。もちろんこれ人によるんですけどね。あ、でもそれはありますね、はい、例えばあのね、学生の時にあのジャンプとかで読んでとか、はい、マガジンで読んでたようなのが、うん、あの要は漫画化されるじゃないですか、はいはい、テレビで、はい、とかでなって、この声優さん、あ、声優さん、うんうん、自体が自分が想像してたのと全然違ったら、うん、え、なんでこの人こんな声なのみたいな、ね、まあ、勝手に自分が想像してるわけですから、はいはいはい、好きな人は、はい、罪はないんだけど、はい、好きな人はそういうことがあるんで、だから、うん、逆に見ない方がいいかもしれないなって思いますね。あ、そうですね、うん、まあ、ドラえもんなんかもそうですよね、はい、あ、ドラえもんの声が違うとかね、あ、のび太の声が違うみたいな、いろいろありますからね。サザエさんもね、みんな大体サザエさんだけ変わらないのかな。サザエさんはずっと加藤みどりさんかな、はい、ね、え、なんかカツオもワカメも変わっちゃったんじゃないですか。もワカメは変わりましたね。確かワカメちゃんの声は、ええ、ドラえもんの前の静香ちゃんと同じ声だったような気がします。野村道夫さん詳しいですね。ドラえもん好きだったんでドラえもんの昔の声優さん分かるんですよ。どなたがどういうのやってたかとか、ね、なので多分だったと思います。でもそうですよね、はい、そんなもんですよね、うん、このただ逆に言うと、はい、その自分たちが想像してて、うん、アニメ化された時に声が違う、うん、って思うのと、そのアニメを最初に見た子供たちがそれで育ってきて、うん、はい、こういう風にチェンジしたら、はい、あのいやこんなじゃない、うん、この人の声はこうなんだみたいなのって同じようなものなのかもしれないですよね。ですね、まあ、でもいつか慣れはするとは思うんですけどね、まあ、しょうがないですから ね、はい、ね、変えてくれって戻れないですからね、うん、やっぱりあのいろいろね、まあ、もう年齢的なものもありますし、ね、いろんな事情があるんで、そうそうそう、うん、ルパン三世もそうですしね。あ、そっか、うん、うん、もう そういう風にいくとやっぱり声優さんって大事ですよね、うん、大事ですね、うん、本当だ、うん、そこまで考えたことはあったけど、はい、ここでそんな話をするとは思わなかったそっか、はい、はあ、いや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 、うん、まあ、だから声って声って大事ですよ、ですね、うん、まあ、今ねラジオが結局ほら顔も見えるような、うん、ね、形になってますからね。だからツイキャスも、うん、なんて言うんだろうな、このあ顔が見えて動作が見えていいなって思う反面、うんうんうん、やっぱりそのラジオってこの声、このなんて言うんだろう、だから大事にどういう風に言ったら面白いかなとか、どういう風に喋ろうかなってみんな考えるじゃないですか、どうしても映像あると、うん、この手で表現したり、これあれそれ指示が多くなっても大丈夫って思っちゃうじゃないですか、うんうんうん、この常にこの先に耳だけで聞いてる人がいるってことを想像しながら喋ったり、うん、でかつて自分がそういう風に聞いてたなっていうのを思い出しながら喋るようにはしてますよね。そうですよね、やっぱりそうですもんね、うん、ということはもうこの番組あの映像なしでやったさっきの春の海じゃないけど、はいはいはい、あの沖縄の海の映像から流しといて、ね、映像なしでやっても全然いいんじゃないかな、はい、あんまり大したことやってないしね、はい、見えてもね見えたからって見栄えがいいわけでもないし、うん、大したことやってるわけでもないんで、ね、まあ、声だけのラジオがあってもいいかなって、うん、まあ、この間ねあのいろいろちょっと話したりはしましたけど、ね、はい、あの山内さんともね、うん、そうそうそう、まあ、そうこうしてるうちにツイキャスがちょっと切れてしまいました、うん、失礼しました、はい、さあテーマ春ということで、ね、あの漫画の話ここまで引っ張りましたけど、はい、ダメだよね、二人とも漫画好きだったらダメだよ、あこの間はジョジョの話で盛り上がるしね、はい、うん、それはいいとして、はい、じゃあ決め石の桜なんかいきます、はい、じゃあちょっと待ってくださいね、じゃあ今探します、お願いします、ケツメイシの桜、はい、はい、検索中、はい、 OK ですお願いします。
これももうずいぶん前ですよね。ですね。キツネポリス。そっか。もうこの曲の感覚もちょっと、なんていうの、2000年代僕からしたら最近なんですよ感覚的な。わかる。はい。だから1990年とかぐらいでようやくちょい前って感じです。ちょい前で、まあ80年代ぐらいになると、まあそこそこ、まあ前かな。で、70年代、ちょっと待って、何年生まれ？僕は93年生まれ。これなので、前もそのこの僕、あの、なんていうっけ、バンプオブチキンのはいはい、天体観測って言うとあるじゃないですか、あれも僕からして最近、比較的最近な方かなと思うんですよ、なんだよね。だから2000年から2017年まではほぼ 1,2 年ぐらいの感覚です。あ、だから自分なんかも、2000年ぐらいまで聞いてたんですよ、はい、もうとにかくヒットしてるとかなんとかっていうのをアルバム全部借りて、もう全部イントロ全一音で分かるぐらい、はい、あ、ケツメシ、もう全部ケツメシに限らず、はい、ランキング出るじゃないですか。ああ、2000年代まではってことですか。2000年代までのヒット曲はもう全部、あの、ツタヤ、もうその頃ツタヤじゃなかったですけどね、あの行って、CD 借りてきて、でもちろんダビングするんだけど、はい、もうヘビーローテーション回して、曲全部覚えて、だどの曲っていうのも、もうイントロで全部わかるぐらいやってたんですけど、その2000年を機に全く聴かなくなって、で、今もそんなに新しいのって聴かないんですよ。結局、2000年から楽器も弾かない、はい、音楽も聴かない。そう、で、始めたのがもう5年前ぐらいかな、から必要に迫られて、あ、聞くようになる。そう、始めて、でライブでやらなきゃいけないのは聞いて、ああ、そうか、そうか、だけどライブをやるようになると、そのいや、ライブやってる人たちのオリジナルが面白くて、そっち聞いちゃって、あ、そうか、よっぽどいいなっていうのは聞きますけどね、その、いいなって何かで聞いたらですよ、自分から聞いたんですよ、いいなと思ったのを聞く。そう、とかカラオケで誰かが歌ってるのを聞いて、あ、この歌詞いいなっていうメロディーとかね、確かに。ということはあんまり年変わんないですねかもしれないですね同級生桜から離れると春の歌って何がありますかね。あー、松戸絵美か。あー、春です。春なのにってやつまで、お別れの歌。あれは、あれなんて言うんですか。あれも間に挟みます春なのに、柏原芳恵の春なのに、ええ、なんで知ってんの。あ、なんで知ってんだろう。でもメロディー知ってるとこが多分どっかで聴いてるってことですけど危ないな春でちょっと引っかかった曲今いますね。あれは、あ、CM 一回行きましょうね。あ、じゃあこれ終わったと CM、はい、CM 短めで、で CM 明けいきなりそれ言ってください。柏原芳恵、はい、じゃあこれもずっと流す感じにしますねあ、これもうこれそろそろいいんじゃないかな。あ、じゃあもう CM いきますね。でもいいっすね、春なのにが出てくるでも出ましたよ、結構よ、早めに出ましたよ。春咲き、ね、小紅、ユーミンの春よ来い、春なのに絶対俺より年上だよ、ね、4周してんのかもしれない。だいぶ5周ぐらいしてる5周してる他に春のに
スピッツの春の歌とか。あの、春の歌募集中です。キャンディーズの春一番。ちょっと待ってよ。キャンディーズとか俺も見てないし。絶対違うっしょ。え、なんでどっかなんかもうあれ、僕でも個人的に何かの生まれ変わりなんじゃないかなと思ってますよ。うん、絶対そうだよ。何かの生まれ変わりだ。ちょっと会ってみたいですね。どういう人が僕の体を借りてんのかって。すごいよね。出てくるのが全部、いや違うでしょっていう。マジか。あ、北国の春とか。え、ちょっと待って、北国のってやつかな、千正雄の。どういうの。あ、まあ、北国の春、千正雄。あ、10秒前です。じゃあ音から曲、はい、はい、曲お願いします。はい、あのこれね、僕が選んだ曲じゃない、はい、ちょっと、ひろきさん、はい、曲の紹介お願いできますかね。柏原芳恵で春なのにです、はい、でした、でしたね、はい、これひろきさんチョイス、はい、
本当に20代20代です、はい、まだ四捨五入しても24なんで20ですよ、四捨五入してもむかつくわマジで20代、はいはい、なんよく疑われるんですけど、いや疑いますよ、れっきとした20代ですよ、はいね、だってね、はい、皆さん聞いてください、分かります、はい、例えばですよ、桜で来ましたよね、はい、はいはい、桜で来ました、田口京子さんとか、はい、ケツメイシとかね、はい、で、まあ、そういう流れとかで来て、はい、でじゃあユーミン好きだから、はいね、松任谷由実さんのね、春よ恋だったり、はいはいね、とかって言って浮かんだのが、はい、春なのにですよね、はい、なぜそれが浮かぶ？ユーミンはもうあれじゃないですか、このなんて言うんだろう、まあ、定番というか、はい、なんだろう、この親みたいな感じなんですね、もうちょっと待って、誰の、もう当たり前すぎて、あ、もうそこに出てこないんです、その言われた時に、春の曲って言われた時に、でまた厳密に言うと、これなんか春が来てほしいっていう風に歌ってる歌なんで、時期的には冬なんですよ、冬に早く春が来てほしいっていうような感じの曲なので、厳密に言うと、はい、春の曲ではないっていうのもあるので、すぐにはポンと出さなかったんですよ。うわ、めんどくさそうなんだ、はい、まあ、確かにそうですよね、うん、あの歌詞の内容がね、はい、そうかそうか、まあ、そういう観点からなぜか春なのに、はい、悲しくなっためっちゃ悲しくなったよ、はい、確かにね、そういう時期ありましたね、はい、卒業シーズンね、あ、ね、あのボタン、第2ボタン、はい、ね、ブレザーとかだったらね、第2までしかなかったりするけど、ね、はい、ちぎらないといけないですかね、プチってね、はい、そうちぎらないといけなかったりするんですけど、うん、本当ね、最近、はい、そのボタン、はい、を上げるとかっていう習慣、うん、まだ残ってるんですかね。でも聞かない、もう僕が学生の時はこのボタンを上げるっていう発想がなかったのかな、そもそもそういう話をしなかった多分昔の人は、昔の人って言うな、じゃあなんて言うんだ、ちょい前ぐらいにしておきましょうね、ちょい前ぐらいはもしかしたらこうのお前もらったのかとかあげたのかとか、そういう話になったかもしれないんですけど、そもそもそういう話自体なかったです、はい、このあとどこ行こうとか、あ、どこ行こう、前あれ行くかみたいな、卒業パーティーみたいな、その集まり行くかとか、そういう話しかしてないような気がします。そう、記憶に残ってないです。なんかドキドキもなんね、なんかあれも何もないね、はい、ドキドキ、うん、もうあの別れの悲しみとかそういう感じしかないですね。別れの悲しみ、別れの悲しみだったり、まあまあ卒業だからね、はい、学校変わっちゃったり、春休みどこ行こうかみたいな前向きやなめっちゃ前向きや、はい、そっか、はい、春休みどこ行こう、うん、そうですよね、大事なことですよ、うん、ちょうど僕今は分かんないんですけど、僕らは大体高校からみんな携帯持ち始めるんですよ。で早い人は中学校で持つ人いたんですけども、大体が高校からだったんで、またさらにその時期的にも卒業式の時に買ったりとか、春休み中に買ったり、はいはい、入ってからすぐ買ったりとかだったんで、お前携帯持ってるんだったらメールアドレス教えるよとか電話教えるよみたいな話をしてた記憶がありますね。そうですよね、卒業してもまあちょいちょい連絡取れるしね、うん、普通にね、はい、僕らの時はもう一番いいのが結局なんていうんですか、ポケベルでしたからね、高校の時に、うん、中学の時はまだなくて、その後がポケベルだったから、うん、そうそうそう、ポケベルって、うん、その数字しか出ないやつですか？最初は数字しか出なかったんですよ、はい、おはようとかね、0841みたいな、おはよう、うん、じゃあ0844かおはよう、最初それから始まったんだよ、多分。でその後防線出るようになって、はい、次カッコが出るようになって、なんで？でもカッコやったからって、うん、ちょっと変わります？カッコおはよう、カッコ閉じってあるじゃないですか、はい、カッコやってカッコ閉じるやるでしょ、はい、ただ学校なんですよ。あーはーはーはー、学校、あーあ、カッコ学校、なるほど、そうなんですよ、あーすごい、そういう解読がね、いろいろあったんですよ、はい、やっぱりなんかいつの時代もその若者はこの限られた制限の中でどういう風にメッセージを送ろうかって、そうだから送られてきても全然わかんねえとかいうのもあるんですよ。誰がやってもわかんねえ、本人しかわからないとかもあったりするんですよ。
でこれが文字が出るようになっていったんですか。そうなんですよ。これが11があですよっていうような。あーはははで、それを使ったのが携帯電話のあのね、あのところ、はい、1回押すとあでしょ、はい、あれ1じゃないですか、はいね、うん、で2回押すといになります、うん、っていうのは11ね、はいはい、要はそれを1回押すのか、うん、最初からボタンはあるからあーはーはは2回押すのか、うん、3回押すのかっていう単純なそういう変換だと思うんですよ、うんうん、そう、それをね、なるほど、うん、あの公衆電話でね、うん、みんなテレフォンカードあこの間話しましたけど、 そっか、うん、それってなんか聞いたことあるんですけど、どういう仕組みなんですか。うん、ポケベルに打つんですか、うん、例えばおはようって打ちたければ1を12345って言って。違うんですよ。ね、うん、おはようって打ちたい文字を打ちたいんだったら、はい、要は1があ行なんですよ。はい、であ行の1番目2番目3番目4番目5番目なんですよ。あ、じゃあ1の5であってことですか。1の5でおなんですよ。あ、おお、うん、でおはようって打つんだったら1の5で、そうそうそう、で6の1ではなんですよ。ああってやってかければ相手のポケベルにそれが表示されるんですか。でもこれ間違ったら訂正できないんじゃないですか。間違ったら訂正できないけど、うん、あの例えばちょっと1個ずれてやったりすると、はい、その文字が変な風に入ったりするじゃないですか、はい、そしたら1個1個ずらしていくんですよ、自分で。自分、あ、頭の中で。そう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 、 うわ、ああ、オッケーオッケーみたいな。なんとなくこれが言いたいんだろうなと。大体ね、ずれるときはね、抜けることはあんまりないんですよ。はい、単純にシャープを最初に押すんだったから、はい、なんかそんなんで文字に変換っていうのだったから、うん、そうそうそう、それであのシャープが1回しか押してないとかね、はい、あーはーはー、だと文字じゃなくてもう 数字になる。あー、なるほど。数字のところは抜けてないわけです。じゃあもうこの今からメッセージ送ろうってやる前にみんなこう書いたりとかしてやってたんですか。うん、別に普通に頭で。あ、もうそれ変換できるんですね、みんな。だからほら今ほらあれするでしょ、はいはい、親指でみんな、はい、フリック入力ってやつ。そうそうそう、あれと同じ感覚ですよ、もう覚えてるから、はい、ピッピッピッ。そうなんだ。だからめっちゃ早かったですよ、みんな電卓並みに1524さだばばって。困らない、分かってる。だいたい入力すること決まってるし。あ、そっか、おはよう、元気、どこにいるとか、遊ぼうとか、うん、ああ。そうそう、今から行くよとか。へえ。そんなすげえばっかりなんで。はあ、だからみんな叩くことに慣れてるんで、うん、これきついんですよ。あ、そっかそっか、今のスマホ全部画面ですもんね。そうそうそう、だから親指でするっていうよりも人差し指でする人多いでしょ、うん、はいはい、うん、あ、みんな人差し指で叩くことに慣れてる。ああ、そう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 、僕もでも最初のスマホに変えた時は前のこのいわゆる普通のパカパカ携帯の時と同じように12123みたいなこのやってましたね。でもだんだんその慣れてこさせるためにこのいわゆるフリック入力ってやつにで、まあ今はそれでできるようになったんですけど、だからね、不思議なんですよ。例えばそのポケベルは叩いて入力するじゃないですか、はい、叩いてっていうのもおかしいけど人差し指でバーって打っていくでしょ、うん、で携帯になると今度は親指で見なくても入れられるわけですよ、はいはい、ね、もうあの場所が分かってる、はい、でスマホになると感覚ないじゃないですか、ですね、画面だから平らなんで、うん、ってなると、はい、人差し指になるんです。あ、間違いなく押さなきゃっていうね、はい、でもなんかだんだん画面も大きくなってるんでこの親指でやるとちょっと疲れてくるんですよ、親指が。だから僕は人差し指でやったりしてますね。その方が早くなるんで。ですよね。でね、画面がちっちゃいとね大変なので、指がでかいからね、どこ押すか分かんないから、はい、逆にこんなやってもう最初めっちゃ慎重にやってますけどね、うん、後からあ全然大丈夫なんだって思ってね、分かれば何でもないことなんですけどね。そう、新しくなればなるほど、ね、やり方はもちろん覚えるんですけどね、いろいろと勝手が違ってくるね、大変ですよね、うん、いやでもこうこの10の刻みぐらいでだいぶこの進化しますね、うん、そうですね、うん、もうだってなんだろう、ね、小学生ぐらいの時は車に車載電話、あ、はいはいはい、ね、あれがあるってすごかったんですよ。出始めですよね、この移動式の携帯自体が出始めの頃、うん、車の。で、それ以外だとなんか衛星電話みたいなね、はい、巨大なものを持ってやってるじゃないですか、うん、それがもう
10年ちょっと後には普通に携帯なってますからね、うん、PHS に始まり携帯ね、うん、そうそうそう、すごいですよね。いやあと10年後どうなってるんですかね。もうこれ以上進化の仕様があるのかなと思って、ね、でもスマホの情報なんか今腕時計みたいなやつに届くでしょ全然。あとなんか手をタップするだけで多分もしかしたらかけれるようになるとか、ね、うん、いや本当にどういう方向になるのかも多分この形から変わるんじゃないかなと。変わるでしょうね、うん、だって今だって持ってて耳につけてればそっか無線で、はいはい、そういうの考えたらね、なんかスタイルがまた変わってくるんじゃないかなと思いますよ。では電話自体も、うん、あの喋ってかけられるでしょ、うん、押さなくても、うん、そっか、うん、ということは何もしなくなるよね。うん、いや楽しみの反面不安、不安っていうか、まあどういう感じになるんだろうなと思いますよね。本当ですよね。もうこのもしかしたらこのスマホのが、うん、そんな時代の話、そういえば学校で教えてもらったよみたいな時代が来るわけですよね。そうそうそう、もうそれこそ今のポケベルみたいな扱い。はい、うん、いやあのね、はい、その当時はベル持ってるってすごかったっすからね。うん、うお、すげえみたいな。それがね、今小学生でもスマホ持ってますからね。いやあ、すごい時代だ。ねえ、もうひろきさん、もうちょっとついていけないか。いやいやいや、僕たちの年代は、はい、ね、うん、まあ、どうなることだろう、うん、はい、先行きをね案じて春先からこの春の話じゃないですね、これも全然違う話になっちゃった。全然違う話になりました、はい、いいや、ね、まあでもね、そうやって電話は進化してきたような感じですよね、うん、電話というかあの通信手段ね、うん、もう変な普通の固定からね、うん、ベル、携帯、スマホ、うん、そんな感じで次は何になるんですかね、うん、楽しみです、はい、じゃあ最後になんか一曲ちょっと、あの春らしいのないですかね。どうしよう、一応春一番用意しましたよ。ちょっと待ってください、春一番って誰の、あのキャンディーズのマジあ、別の曲でも大丈夫ですよ。ね、はい、キャンディーズのあれちょ、すいません、はい、ね、お疲れちゃんの桜も行きましょうか、はい、はい、OK です。じゃあ、はい、ということでもう残り時間も3分切りましたんでね、お疲れちゃんのさくらんぼを聞きながら、お別れしたいと思います、はい、今夜も、ちょっとストリームお聞きいただきありがとうございました、お相手はユニット系のカント FM ギノワスタッフのひろきでした。ありがとうございます。キャンディーズ行きたかったな。ひろきさん最高だね。いやいや、自分でもなんでかわからないんですよね。これがまた不思議なんですよ。一回さ、はい、来週、はい、あのなんだろう、ひろきさんのここを検証しようっていうことで、あ、この曲線、はい、ええ、でもどうやってあれなんですか、今日みたいに、うん、春っていう日になかったらこうパッパって出してるんですけど、寝音、寝音、寝るとき聞く、あー寝るとき聞くか、うん、曲、でも寝るとき聞くって曲だと僕は大体エンヤになるんで、あ、そこ普通だね。さすがに寝るときはまあ、はい、リラックスを求めるときはエンヤを聞くんで、あー檻の子フローとかそういうのですね、はいはい、エンヤもまあ好きですね。エースオブベースとかも好き、もしかして、あ、知らないか、はい、ね、あ、じゃあテーマ、ドライブするときに聞きたい曲、ドライブするときに聞きたい曲か、めっちゃ気になるそれ。難しい、だいたい僕今も聴く曲っていうのが、うん、この日本のアーティストか、うん、その僕の好きな台湾の音楽家のどっちかなんですよ、うん、なので大体今は基本的にはその台湾の音楽を車で聴くので、うん、で日本のアーティストだとさっき言ったユーミンだったりとかちょい前の曲が入ってきたりで、ちょこっと今の曲が入ったりって感じなんですよ。ああ
どんなんだろう、何テーマがあった方がいい。テーマがあった方がやっぱりやりやすいかな。どのテーマだったら俺全然いけますっていうのある？あー難しいな。悲しい時の曲とか。悲しい時の曲。じゃあ逆に悲しい時の曲何があったのかって思い出しときますね。うん、悲しい時で、来週は悲しい時に聴く曲で、もう自分がもうとにかくどん底まで落ちるために聴く曲。ああ、もうちょっと出てきたよな。じゃあそれでいきましょう。お願いします。